ウクライナ軍第503独立海軍歩兵大隊が公開したビデオです。夜の暗闇の中、ウクライナ軍のドローンが数十発、ロシア軍に投下しています。場所については詳細はわかりません。夜間でも正確に攻撃できることを誇示する映像となっています。